遠藤種木は、大海三上藩の、第六代藩主、泉吉美藩主、三上藩遠藤家十一代、茶人。明治十一年正月、遠藤氏の旧姓である、東ずま種木を名乗った。第五代藩主、遠藤種党の三男。母は、小谷氏。性質は、保虜屋六女、のり子。子に東種六、東常人、娘、栄子、娘。 とき娘、あきこ。寛意は、十五位下、美の守る、微前神、田島守る。死後に、生三位摂津国大榊玉作り口にて生まれる。降下2年12月19日、父の養子子になっていた種生の養子子となる。しかし種生が、家督相続せずに創生したため、安政3年10月23日、ジップ、種等の着尊となる。 同年11月15日、将軍、徳川家定に敗越する。同年12月16日、十五医下、身の守るに助任する。文久3年10月7日、種等の隠居に伴い後を継ぐこととなった。幕末の動乱の中で、大阪城青や高科板や、公部所奉行を務めた。慶応2年の第二次長州政抜では、公部所の軍勢を率いて出陣している。 慶応2年11月26日、陸軍武行並みに就任する。慶応3年3月1日、総社番に就任する。慶応4年1月27日、標準の姿勢を示さず、新政府に領地を没収される。同年5月29日、領地を返還される。明治2年6月23日、反赤奉還により、反知事となるが、翌明治3年4月14日、 班長を泉義美に移して義美藩を新たに立藩した。明治4年の廃藩地検で藩知事を面官となる。明治11年正月、遠藤氏の旧姓、東氏に改正。明治17年の家族例により、同年7月8日、死者を除釈した。茶人としても知られ、孫運と合した。明治十一年、松浦戦新月案が在京の家族。 地名市党と設立した、林番茶事グループ、和形会の会員となる。会員は、青地育次郎、石黒忠則、伊藤俊吉、伊藤助麻呂岩見明づくり、岡崎おもんみそ、金沢三江門、戸塚文会、東久瀬道富、久松勝成、松浦久志三田歩行三井高弘、安田善次郎の以上16人、高橋義夫が入会で、世人、 16羅漢と呼ばれた、明治42年11月9日に72歳で死去した、東京都台東区西浅草の長慶寺、青山霊園、あずまたねきに関するカテゴリー、ありがとうございます。